よう。あんたが板垣家のバカ親父か。私に何かご用ですかな。チンポがかゆくてチンポをできん。そいつはたまらんですな。帰ってきた。腹が。あら。ダメだ。思い出しまった。おかしいよ。やられたのか。負けたんだ。きっと貧乏怪我なしでやられたんだ。あれは破壊力があったから。それは耐えた。だが笑わなかった俺にカツラを渡して師匠はこう言ったんだ。君のカツラって。師匠。弟子入りして帰ってきやがった。カツラ。だっておかしいじゃねえかよ。カツラで、カツラ。